CGS をご覧の皆様、こんにちは。神谷宗平です。本日も人生の指針を学ぶ偉人伝、フェレアコンサルティングからお送りしていきたいと思います。今日の講師は山本さんです。山本さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。山本さんが選ばれた人物、ここにありますけれども、楠木正重ということで、はい、これは皇居の、ね、そうですね、皇居の銅像になます、はい。この楠の木正重について今回お話し,していただくんですけれども、えー、なぜこの楠の木正重を今回選ばれたのか、少しお話しください。はい、えー、まさにですね、その皇居、 にに行ったた銅像を見かけけなんですけどもちょうどその皇居勤労奉仕であの行った際にその皇居のほとりに銅像があってそれを見かけたのがきっかけなんですが一番興味を持った点としてはやっぱりその武士道精神にやっぱりつながっていくと。 いうところで日本人としてあ共感したなという,、はい、と,いうところが、えー、理由として挙げられますすそうなんですね、はい、私もあの江戸時代の教育なんかをちょっと研究してるんですけども、はい、そうなってくるとやはり幕末の志士なんかがしっかりと学んでいたのはこの楠木正成ではなかったかということが分かってくるんですね、はい、ですので今が非常に注目して見ていきたいと思いますし、はい、私も大阪なので非常に大阪<ー>関西にゆかりのある武将ですのでぜひ掘り下げていろいろお聞かせください。はいはい、今回よよろろししししくくおお願願いいまますす それでは、えー、楠木正茂について話をしていきます、えー、まず楠木正茂の写真を掲載します、えー、それが、えー、こちらになりますこちらですね、えー、まさに先ほど、えー、話があった、えー、皇居の前に皇居の周りにある、えー、銅像の写真になりますでこの楠の木正の茂、えー、を一言で言うならば日本人として 美しい生き方を示している人物そう言えるのではないかと思っていますでですねこの楠木正成はですね私たち日本人この私たち日本人は世界から見たときにその倫理観この倫理観や国民性が世界から素晴らしいということをよく言われたりしますでその我々の国民性の元となっているのが武士道 という、えー、武士の、昔の武士の価値観だったと思いますが、えー、この昔の武士の生き方なんかを見ても、やっぱりこう、忠義に厚いとか、決めたことを貫くとか、そういった、やっぱり素晴らしい生き方をされているのが武士道だと、えー、皆さんも思うと思うんですが、じゃあ、もともとそのね、そのですね、えー、昔の武士というのが、そんなに素晴らしい生き方をしていたのかと言った時にはですね、実は、えー、そんなこともなくて、なくてですね、 昔の武士、特に楠木正成が生きていた鎌倉時代の末期、この頃はですね、物の譜の道と言いまして、こちら、物の譜の道ですね。物の譜の道。こちら。この物の譜の道という価値観が流行しておりまして、これは何かと申しますと、自分さえ良ければいいと。自分のためだったらお世話になった人だろうが、部下だろうが。 家族だろうが裏切っても仕方がないと、まあ、そういうような価値観のものがもののの道というものになりますでそういったこのもののの道の時代の中で、えー、周りがですよ裏切り寝返り逃亡こういったものが当たり前になっているそんな中で自分自身の倫理観正義感を貫いて生涯一人の方に仕えたその人物がこちらの楠木正成になりますそしてですね ここののの木正ととを尊敬していいいる偉人というのは数多くいます例えば少し挙げさせていただきますと西郷隆盛高杉晋作吉田松陰野木玲介坂本龍馬とこういうようなそうそうたるですね偉人たちが尊敬するその楠木正成の生き方これにはですねどういったものがあるのか。 こういったところを少し話を、えー、できればと思っています。でですね、えー、早速、えー、時は鎌倉時代の末期になります。この鎌倉時代末期の、えー、イメージを皆さんに、えー、お伝えしていこうと思います。えー、まずはですね、こちら、えー。その鎌倉時代の末期はですね、年号でいうと大体1300年よりちょっと前ぐらい。 で、えー、大きなところで言いますと元寇という皆さんもご存知だと思いますが、えー、当時の元が、えー、攻めてきた、えー、そういった大事件がありましたでその元を日本はなんとか、えー、こう追っ払うんですがその元寇が終わった後ですね、えー、武士たちがでですすね暴れ始めるんです要はこの時代というのは一言で言うと乱乱れに乱れにていたたそんな時代でした、えー、説明していきますと当時の幕府 日本を治めていたのが、えー、北条氏ですねでその北条氏が日本を治めていて、えー、全国の武士たちを従えているでその全国の武士たちが各地の農民この農民を支配しているのが当時の時代でしたで、えー、その現行の後ですねその幕府に武士が支払える報酬、えー、当時でいうと土地になりますこの土地を支払うことができなかったんです だったので当時の武士たちはふざけるるなっていうことででり始めるんですイメージで言いますと例えばお給料を皆さんがこう1か月、えー、毎月、えー、もらってると思うんですが、えー、一生懸命ですよ1か月ぐーっと働いたのにもらえるお給料が0円これだったら皆さんもまさにですね武士たちもこんなに頑張ったのになんで何ももらえないんだ。 とということででり始めるんですそうすると幕府の言うことも聞かずに今度は下の農民この農民をいじめ始めるんです具体的には重い重税を下したりとかそういったことをして農民がもうもう無理だーっていうことで農民も逃げ出したりとかあとは逆に盗賊になったりとか各地で殺人が起こったりとかそういうようなもう乱れに乱れたそんな状況でした。です そんな状況を見てですね当時の幕府のトップこちらですね北条時宗失礼しました北条高時という人物になりますでこの北条高時がその状況を見て言うんですこりゃあもう無理だ諦めちゃうわけですねでですねその諦めて何をしてたかというと毎日のように宴会のようなことをやっていたそうですひどいっすねそんな状況 これが鎌倉時代の末期になります。で、その鎌倉幕府の、えー、鎌倉時代の末期、そこに、えー、楠木正成は生まれます。えー、時代は1294年というふうに言われています。これは少し、えー、定かではない部分もあるので、えー、いろんな説ありますが、1294年。今回は紹介させていただきます。で、この幼い頃の正成というのは、非常に勤勉でして、 8歳から15歳までの間は、近くのお寺で、非常にこう勉強していたと。で、その勉強していたものというのが、何かというと、大きく分けて2つです。1つが、平方学。もう1つが、死音の教えという、この2つになります。もちろんこれ以外もいろいろあるんですけれども、 正成の後世に大きな影響を与えたものとしてはこの2つが代表として挙げられるのではないかと思っていますでこの兵法学というのはですね、えー、ざっくり言うと小さいいい軍軍勢で大にに勝つにはどうしたらいいかそれを考えるものになりますでシオンの教えというのはいろんなもののに対しての感謝です例えば、えー、部下への感謝あるへの感謝あとは自然だったりとか 命あるものすべてに感謝をしましょうねとそういったものになりますこういったことを、えー、成人する前ですね当時は15歳で元服と言いましたがその成人する際には成人するまでにこういったものを学んでいたので正成はですね素晴らしい人物に人格のある人間に育っていきますそしてそんなこの楠木正成を時の天皇ですね 五醍醐天皇がですね、こちら貼ります。五醍醐天皇。五醍醐天皇が楠の木正成に注目をします。そして、五醍醐天皇は、今の乱れた日本の状況を見て、今の日本はおかしいと。何とかして、元の本来の日本に戻さなければならん。そういったことを決めて、幕府を倒そうと決めて、京都で挙兵をします。そして、五醍醐天皇が、えー、楠の木正成。 この楠木正成に目をつけて京都に呼び出します。そして後醍醐天皇は聞きます。どうやったら、えー、幕府に勝てるのか正成はそれに対して答えます。勝ち負けに、えー、一喜一憂しないでいただきたい。楠木正成、ただ一人でも生きていれば天皇陛下の五念願というのは必ずかなうものだというふうに ご安心くださいとこのようにですね不敵なことを言ってのけるわけなんですよすごいですよねこのようにですね後醍醐天皇に申し上げた楠木正成は言葉通りですね、えー、少数の軍勢で大軍の幕府軍をいろんなところで引きつけですねことごとくその幕府を打ち破っていきますそしてその結果 いろんな幕府軍からの裏切りだったりとか、えー、そういったものも経て、えー、鎌倉幕府を滅ぼすことに成功しますそしてですねその戦いの中で後醍醐天皇が捕まって幕府軍に捕まって流されたということも実際にありましたただそんな中でも正成は心の中に思っていました後醍醐天皇は必ず帰ってこられるそれまでは 俺たちだけで何とかするんだそういった一心で後醍醐天皇がいなくなった後でも幕府軍に、えー、立ち向かっていったと、えー、そういうことを思って、えー、やっていたんですそして実際にその幕府が倒れた後後醍醐天皇が戻ってきますそして、えー、後醍醐天皇を中心とした、えー、新政権兼務の新政というものが、えー、開かれていきます 憲、えー、武の新政ですね、えー。こちらに、えー、貼らせていただきます。憲武の新政で、えー、この憲武の新政は後醍醐天皇を中心とした政治でして、その政治が、えー、1330年33年から始まっていきます。えー、まずはそれについて、えー、簡単に簡単ではありますがどんな感じだったのかということを紹介していきたいと思います。えー、まずはですね五代後醍醐天皇をトップとして い、えー、いろんな方々がいます下にですね公毛 A 公毛 B 公毛 C そして、えー、楠木正成そして足利ですね、えー、これが全てではないんですがざっくり言うとこんな感じだとイメージしてください。こんな感じの幹部で、えー、兼務の申請はスタートして、えー、いきます。 そしてみんなでいい国作っていこうねとそういうような形で、えー、決起して始まっていきますところがですねなんと決起したはいいもののなんとほどなくその兼務の申請というのは潰れてしまいますそれはなぜかというとですね2つあるんですが1つは内部崩壊そしてもう1つが、えー、裏切りになります えこの内部崩壊というのはですねそもそもこの兼務の申請これはですねもうそれはなぜかというと今までの鎌倉幕府がもう自分たちが望んでもそれに対してくれないと報酬くれません土地くれませんということだったので愛想を尽かしてもうふざけるなってなったのがその時だったと思うんですが今回は新しい政権になったということで期待するわけですね。 ももしかしかかたらら前以上に全然もらえるんじゃないかそんな感じでイメージで言うと支持率が80%あるみたいなそんなイメージですで後醍醐天皇もみんなにそういう報酬が公平に分配されるようなことを理想としていましたただですねこの公家さん ABC こういった人たちがですねこの後醍醐天皇の思いを踏みにじってきますそれが 自分の私利私欲に、えー、傾いたそんな仕事をしてしまうんですそれは何かというとですね具体的に、えー、言うと自分たちが好きな人に対してはたくさん報酬を与え自分たちが全く好きじゃない嫌いな人に対しては全然報酬をあげなかったんですよイメージで言うと君君はは好きだだかかかららら万万円と君は嫌いだから10万ぐらいぐななそんな感じです皆さんだったらちょっとそれひどくない って思うと思ううとんですよねそんな感じだから武士たちも怒るわけですよふざけるなななと前の方が良かかったじじゃないかそんな感じですでそんな感じだったのでだん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 80%の支持率があったものがだん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 下がってって405030そんな感じで信用がどん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 失われていきます。 それはまずいぞと、そういうような感じになっているんですが、その状況を見たですね、こちら、足利尊氏という人物がおります。えー、後後々で、えー、室町幕府を開いていく人物になるんですが、この足利尊氏、ちょっとすいません、剥がしますが、が、なんとですね、裏切ります。こちら、違うものを掲載しますが、なんとこの足利尊氏は、その、 幕府をですね以前兼務の申請を作る前に幕府を倒したと思うんですがその際も幕府方についていてそして幕府を裏切って、えー、楠木正成側に就いたんですがまた裏切ろうとしてるわけですよ。すごいですね。足利尊氏はいつかは自分が日本を取ってやるんだそういうことを考えていました。そして この五醍醐天皇の兼務の申請が崩れていった、そんな状況を見て動き始めるんです。そして、だんだんですね、この支持率が、兼務の申請が下がっていくのに対して、この足利尊氏の、えー、政治、俺たちと一緒にやろうぜという、その新政権立ち上げようぜっていう、こっちの勢いがだん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 増していきます。そして、この五醍醐天皇側、 こちら朝廷側と言うんですが、この朝廷側と、この足利高氏側に戦いが勃発します。そして、日本が二分化されていくんですが、この中でですね、もういろんなこう武士たちは、もうこの時っていうのは、もののふの道の時代です。つまり、裏切りや寝返りや逃亡、こういったものが当たり前の時代だったんです。だったんで、後醍醐天皇の方が有利だった人たちはこっちに、わーって、 ただ足利尊氏の方が有利と見るや否やこっちの方にわーって移動していくんです信念もない忠義もないそんな損得感情で動いていたのがこの当時の武士たちだったんですそして足利尊氏と後醍醐天皇で戦いが勃発しますそしてこの中でですね足利尊氏軍を一回は退けはするんですが 再度、この足利尊氏がまた攻めてくることになります。ものすごい大軍を率いて。そしてそうなっていった時に、楠木正成は、みんなが自分の損得しか考えていない中で、日本にどうしたらこの平和、みんながこう和,を和を大切にできるようなそんな日本を作っていけるのか、そういったことを考えたときに、 足利高氏と和睦をしてください。そういったことを、要は仲直りですね。そういったことを五代醐天皇や公家たちに提案したりですとか。他にも、作戦、戦術として、こうやったら、えー、足利高氏軍を何とか倒せますよ。そういった必勝の策なんかを、えー、提案したりとか。そういったことをしていくんですが、それが、この公家さんですね。公家たちが、 まあ全部じゃないとは思うんですが頭の固いクエたちがこれをですねことごとく断るんです。そんなななことしたって何の意味がいいじゃないかですとかお前は何そんな偉そうなことを言ってるんだお前はたかが地方武士出身の人間だろうそんなこと言ってないでお前が足利尊氏軍のところに行ってこいそういうことを言うんですひどいですよね。 楠木正成はこの後醍醐天皇の賢武の神聖や日本をこう守るために自分は何かできないかということで動いてきたそもそもこの賢武の神聖だって正成がいなかったらできなかったと言っても過言ではないようなそんなものなんですよそれなのにいやお前は何もしてないお前は地方武士出身だからお前,はお前は偉そうなこと言ってないで何とかしてこいこんなことを言うんです 普通だったらですもののふの道の時代なんで裏切ろうが寝返ろうがまあそんな状況だったら確かに仕方ないな裏切ってしまってもそういうふうに思われるかもしれませんがその中でも正成はそこである決断をしていきますその決断が、えー、後々の偉人たちに大きな影響を与えていったとそういった、えー、話をですね、えー、後編の方で 話をしていきたいと思います。